お疲れ様でーす。よし、約4ヶ月ぶりに復活して、はいはい、まあ、元気がないだの、はい、まあ、いろいろ言われたりもしますが、はい、エイジさんのこと歓迎してるわけですよ。視聴者さんも僕らも、いや本当にありがとうございます。そんなエイジさんに久しぶりの耐久企画に挑戦していただきます。よいしょ、ありがとう。今回挑戦していただく耐久企画、よっ、そこまでもう言ったんで、今回エイジさんに挑戦していただく耐久企画は、ドライブスルーのものしか食べられない車中泊生活1週間。やっほー、申し上げた通りです。もうただルールは、はい、食べ物はドライブスルー、はい、寝るところは車の中、お前はもうここに帰ってくるなと、そういうことでございます。なるほど。なんならもうこれ以上のルールないんですよ。ドライブスルー、まあ結構いろいろあるじゃないですか。このご時世でもテイクアウトはまだちょっと遅めの時間でもやってたりとかもしますんで、はい、牛丼だったりマックだったり、まあ、いろいろあると思います。ただちょっと道の大きいところまで出ないといけなかったりとか、都心部になかったりするじゃないですか、はい、ちょっと遠くまで買いに行かなきゃいけないという手間と、寝るところが車内だということで、そこがちょっと厳しいところではないでしょうか。でもちょっとどういう顔してんのそれ。ちょっといろいろ何の顔それ。考えてみたんですよ。結構きついなと。シミュレーションね、うん、あ、まあ確かにね。じゃあもし撮影で、はい、まあ遅くまでなっちゃいましたと、その時に、はい、まあお店はやってないじゃないですか、ドライブスルーって。それだとちょっときついから、サービスエリアでご飯とか、はい、あ、ダメです。ケチやなお前。ドライブスルーって言ったらドライブスルーっす。夜中に撮影が終わってどうしてもお腹がすくんだったら、田舎まで車飛ばしてください。わかりました。まあもともとね、運転好きだからね。そうね、頑張ってください、はい、僕からは以上です。はい、ということで1日目でございます。今時間がですね、ちょうど深夜の2時でございます。なんでこんな時間になったかっていうと、今日はね撮影があったんですよ。いやー疲れたけど楽しかった。1食目ははい、こちら、スキヤドライブスルー24時間、そして宿泊する場所はここ。見て、トラック、トラックよ、トラック2トントラック、この狭さよ、この狭さ、足も伸ばせない、これ以上倒せないよ。早速食べたいと思います。お、うまそう。チーズ牛丼の特盛りで味噌汁、あ、豚汁にしてもらっていいですか。かつお節オクラ牛丼大盛りで。ね、ドライブスルーってさ、定義的にさ、テイクアウトはダメと思う。テイクアウトダメ、ドライブスルー車でちゃんと買わないといけないのか。オクラ牛丼の大盛りですね。はい、はい、どうも、ありがとうございます。お腹すいたわ、普通に。ほんとすいたね。あ、ちょっと飛んでる。1日目のご飯はギアでチーズ牛丼、いただきます。初飯だよ、今日。今日いろいろとね、準備とかあってね、忙しかったんで、ね、飯が食えてなかったんですよ。いただきます。うめぇ、めっちゃうまい。生き返るわ。で、しかもこっから東京帰るんだよ、また、ね、高速乗って。うん、企画で辛いのは遠出をしなきゃいけないっていう可能性があるんで、都内ってあんまないでしょ。俺なんか埼玉とか千葉とかそっちのイメージがあるんだけど、埼玉寄りの東京とか、千葉寄りの東京とかにはぼっちぼっちあるよ。そこまで車を走らせなきゃいけないんだよ。いや今日トラックで寝るのきついな、マジ。東京着きました。3時半でございます。ここで寝るのか、しんど。いやもうしょうがないよ、企画だから。休みに。明日。おはようございます。2日目の朝です。これからちょっと朝飯を食べにドライブスルーがある場所に行ってきます。トラックの中のね、寝心地はね最悪ですよ。この状態ですよね、寝てんのずっと。こうやってちょいちょいね起きたりしちゃったんですよ。結局のところ、大丈夫かこの企画。これレンタカーなんで返却して、今日の夜からまた、まあ、アルファードで、ね、宿泊したいと思います。もうやだよ。どうも、はい、ドライブスルー着きました。2日目の朝、マックでございます。ちょうどね今10時半を過ぎて、朝マックではなくてですね、昼マックですね。タイミングいいのか悪いのかよくわかんないですけど、何行こうかな。ここでそんなね腹減ってないですよ。なんかもう、いらっしゃいませ、こんにちは、ご注文お伺いします。チキンフィレオのセット、ポテト L、 はい、あとドリンクも L にしてもらっていいですか。まだ待ちお進みください。はい、ドライブスルー考えた人ってすげえよな。およそ4キロ先、渋滞がありますらしいです。どうも、おはようございます。私はマックがお好きよ。
朝から幕のポン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 ヘイ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 2日目の夜ご飯でございます。この時間にやってるのがね、だいたいやっぱ牛丼系になっちゃうよね。だからね、そこをね、ちょっとね、自分的に飽きてきて、もう朝マック食ったんですけど、だからね、飽きてきた。だからちょっといっそのことね、今日は遠くの方に行って飯を食おうかなと思います。中尾でございます。1時間ぐらいかけてきました。初めて食べるかもしれない。マジで？うん、中尾ね、うまいよ。へえ。なんかね、俺の中では、牛丼のチェーン店の中でも上位にあったり。へえ、すごっ。え、何食べる？何食べる？うわ、やべえ、よだれ止まんねえ。いや、ほら、今までなんかマックとかそういうあれだったから、ちょっとウキウキしてるわ、俺。ローストビーフ丼、あと冷やしハイカラそば、すいません、あと竜田揚げを3個入りもらっていいですか。ちょっとあれだな、明日もここだな。ワンちゃんここだな。すごい種類あるんですよね、ここは。1時間かけて来た甲斐があった。いや、皆さんドライブスルーするとき、中尾さんにぜひお越しください。やべえ、釜玉うどんうまそうだったな。失敗したな。ちょっともう俺我慢できないんで、駐車場、そこの駐車場で食います。ローストビーフ丼でございます。いただきます。めっちゃうまっ。いや、俺中尾気に入ったわ。うまっ。こういうのを求めてた、俺は。食べ終わりました。食べてるとこ、カメラ回すのを忘れてました。すいません。夢中すぎて、本当に。もうあと寝るだけだからね、これ。では、東京に戻ります。自宅に着きました。トラックと違って何がいいかっていうとね、こういう感じなんで、足とかも伸ばせるんですよ。シートも倒せるんで、多分だいぶ昨日のトラックよりはね、疲れは取れると思うんで。毛布もちゃんと家から持ってきました。おやすみなさい。おはようございます。まあ、おはようございます。もう今夜中の12時なんですけども、個人的な予定が入ってまして、ちょっと撮影ができなかったんですけども、3日目の夜飯を食べに行きたいと思います。すごいお腹がね空いてて元気がないです。トラックがね、むちゃくちゃきつかったの。足伸ばせなかったし、けどね、アルファードでね、まあ、昨日の夜から寝たんですけど、むちゃくちゃもう快適すぎて、もうやばい、半端ない。はい、ということで中尾に着きました。昨日人生で初めて食って、だいぶね中尾にハマっちゃったんですよね。カレーうどん一つとカツ丼弁当。明日からちょっとね、神奈川あたりをちょっと攻めてみたいなと思ってるんですよね。にしても眠い。普通にさっきまで編集してたんですよね、いろいろ。カツ丼ですね。はい、こちらカレーうどんでございます。いただきます。カツ丼、あっ、くうん、うまっ。うんうんうん、むっちゃくちゃうまい。3日目の夜飯を食べてもう疲れました。おはようございます。4日目の朝でございます。今の時刻が10時半ぐらいですかね。ちょっと脂っこいものばっか食ってるんで、朝マックとかスタバのドライブスルー行きたいと思います。ということで着きました。ちょうど今時刻が12時半頃なのでお腹すいた。ご来店ありがとうございます。こちらお伺いいたします。シュガードーナッツ一つと、はい、で、あと照り焼きチキンサンドってありますか。ちょっと脂っこいものばっか食ってるんで、朝マックとかスタバのドライブスルー行きたいと思います。ちょっといただきます。うん、あ、おいしい。4日目の夕ご飯はマックでございます。俺も腹減った。チクショ、お前ちゃっかりついてきやがってこの野郎。ご注文スマイリッパでお伺いいたします。照り焼きチキンフィレオのセット。照り焼きチキンフィレオのセットで。俺ね、この車中泊1週間生活で絶対太ってると思う。なんかデブへの道しるべでも完全に違います。じゃあ4日目の夕飯いただきます。今宵はマックでございます。いただきます。なんか変化あるかな。あ、まあだろうね。体重計乗んなくても実感できる。体重なんか体重いんだもん、歩くと。
なんだかんだでもう4日目か。早いな。早いね。どう、マック飽きた？まあ、正直言っちゃって飽きたよね、やっぱりね。まあ、あと3日が、うん、後半はね、ちょっとなんかいろんなとこマジ行きたいんですよ、俺。群馬とか、あのね、都内のドライブスルーね、ないんだよ。その、本当にマックとか、うん、吉野家、松屋、すき家とか、そういう系なの。で、俺が食いたいのは、やっぱりラーメンとか、そういう系なのよ。ラーメンワンタンあるんだ。そう、あるんだよ。調べたらあったの、群馬。だからそっち方面行こうかなって。食べ終わりました。ごちそうさまでーす。まあ、どこのタイミングで行くかわかんないですけど、ちょっと本当いろいろ調べていきたいなと思ってます。実際に本当にそのお店があるのかとか。含めてね、みんなも気になると思うから、こんな店あんなみたいな。そんな感じで皆さん、後半戦お楽しみに。おやすみなさいませ。うーん、うわ、おはようございます。すげえ、タッチ画面だ。うわー、いろいろあるわ。多分ね、これがね、半チャーハンだと思う。到着しました。3日前